よしどうもー。いやあ、もうドラクエですからね。こんばんは。紫かっこいい。おう,う、今日は早いね。今日はちょっと早いにこんばんは、レスラこんばんは。似合ってるね。 モノくんこんばんは。紫色,色向けを想定してるから、ね。モノくんこんばんは。ピカピカ。まあ、いいね。ドラクエです。ドラクエですか。めっちゃおしゃれな色。あ髪色めちゃいいよ。いやーどうすかね。まあ、ちょっとドラクエユーザーとしては。紫に合うな。うん、今北産業。まあ、かっこいいダイス。超明、ねね、青いハートなんでねこれはね。ドラクエと聞いて。 ドラキー色だね。ドラキー色です。ああ、でも一応暖房も入れてますね。待ってああ、無くなったからね。楽しみにして、太陽から頑張ってね。まあね、この、もしみんな見たことない人いるんだったら、これ見て、すがにえてつられ垂下がって値段はね、ちょっと優しくはないんで、正直。 モノくん痩せたいや、痩せるよいんじゃよろしくお願いしますモノくんこんばんは紫らにやってるよかんすぎて今鍋うどんかはいですね七千八百円くらい俺はプレステ版買ったけど今回ゲーム版を買おうか悩んだけどバンメシはバはね、鳥の照り焼きでしたねプレステ版買いました最近パソコンでゲームをややってしかも配信を やるとなんかカクカクするというモノ君の配信を見てやったた気分になりたいなあのあるんでちょっと怖くてねまあ言うてパソコンの性能と p s ムの性能そんなに変わんないからまあまあおいしそうななメニューだこういう時のゲームはプレスでやってもいい,い念のためかなパソコンの状態見せてくれよパソコンの状態パソコンの状態見せてどうすんの前前見せたでしょそんな変わってないよ 何を見せればいいんだ <laughs> な何何見たいの ?3 のが簡単だよ。2のがむずいその、まあ。リメイクとかにもよるけどね。ファミコン版が一番難しいんじゃないタスクマネージャーのパフォーマンスとか。タスクマネージャーああ、なるほど。タいスクマネージャーのパフォーマンス

特に注意とかなかったよね、特に注意なかった、ね、ネタバレありという表記をちゃんとやってくれというくらいかな。あれこれ、伝説んだ、画面キャプチャーでいい、めの伝説さてこうーん、どうだろうね、まあ、ドラクエ、ドラクエ大好きでが買うゲームじゃないかな。 まあ正直、今の若い子たちは買うのかなって思うのが正直な感想。悪く言えば古臭い。よく言えば懐かしい。そういったゲームだから、ね。いや、やってないって。配信者がやれば、いや、どうかな。リメイクのリメイクだからね。これ、俺が邪魔か。 一回消えるわ。これで見える？パワーザ問題ないでしょ。普通に配信状態で。さよなら。これだからアンダーライン微妙に髪色赤いとこある。あ、そう？本当？え光の影じゃないかな。ただ配信しているだけで G.P. も食うのかああでもそれって<金>まあ OBS ツイキャスが重いとも考えにくいけどねどうなんだろうね分かんないけどでも一応ゲームキャプチャー HD エルガドのこれそれやってっけどこれは大したらあれじゃないもんね多分プロセス子供がこの時間やってくれて喜んでるありがとう あいえいえ一回さ、オブズのハードウェアアクセラレーター、切ってみてくれない ?OBS のハード、待って、ごめん、教えてくれ。一から教えてくれ。どれだ、OBS のハードウェアアクセラレーターって、どこでいじんの 設定あたりかねはいえー、っと設定おハードウェアアクセラレーターハードウェアアクセラレーター 出力んとこ見せてあ、これはい <laughs> 出力モード基本これちょっともう配信始めちゃったから多分いじれないと思うけどここら辺は多分映像ミッドレンズは 3000kbps これが高すぎるとかってあことを カスタムエンコーダー設定を言うコンティングこんなもんだけどねなんかこれでわかりますかねその映像エンコーダで GPU が割り振られてんな映像,エンコこれ映像エンコーダーこれ映像エンコーダこれ変えらんねえな ハードウェア NVE インクここか。ここをちょっと落としたらいいってことなんかね。でもこれって結局これ落としたらゲーム画面の画質もかなり落ちるよね。影響出ちゃうのかなって思うと。なんとも言えない気もしてるけどね。 どうろうねう <laughs> ちょっと俺投票するか。 野君いた。<し>日本茶。キアストクラフトシビエブショック百七十八。焼き芋焼き芋焼き芋。おつめん講座。ああありがとうこれ。 なんかこれ無料でダウン配信始めると切り替えできあないあそうそうできないできない,できないこれちょっとやってみるわありがとうございます音声は関係ないな映像エンコーダーか NVIDIA 先生教えてくれてありがとうから NVIDIA に設定作って作 配信切り替えてみようぜいやだい,やいいよ <laughs> だってドッキミチ今今やってもしょうがないでしょだってもうパソコンでゲームやんないからね今日いいあ,ありがとうびさんお茶バカありがとうございます あーあええと何てええ、こんにちは。ええー、どうぞ。どうぞ。ううエンディングは十二月十三日まで配信し、ちゃダメみたいだあありがとう。それはねえ一応り理解してます。大丈夫です。一回やめてみるかねちょっと。今来うまく起動しないの？いや別に全然今回は関係ない。 大丈夫プレステだからどっちみち関係ない。まあ、今後ゲームやる上でまあここは設定、まあいじることで変わるのかどうかっていうところはあるけどね。クリアまですぐやらないよねまあやんないと思うたださ結構まああの言うて時間はかかると思うから多分普通にやっても12月13日は超えるんじゃない多分 一回ソフトウェアエンコーダーでどうなるか見せてくれ。そ <laughs>、うん、んなに、一回、一回やめなきゃいけないんだよな。ライブも挟まるし、ね、そうね。まあ、しょうがねえ。先生の言うことだから、ちょっとみんな悪い。一旦じゃあやってみるよ。さあ、一回じゃあ、え、でもど、テスター先生の聞け一旦終わりにするわ。最起動し直すね。待ってるよ。よし。 よく分かってないけどファイトうぃーしぴよぴよはい